せーので、ひなたです。ひなのです。ひなひなです。はい、今回も千葉県の富津岬でドローン飛ばしていくんですけど、はい、宮城さん、今回は私の番ですよね。もう大期待、ね、やめてそれ大本命、もうハードルが最初から上がってるんですが、いややばいですよ。だって前回ひなためちゃくちゃ上手にできてたので本当にうまかったの。なので、いやでも本当にすごかったですよなんでちょっと2番目行くんじゃなかったってちょっと思っちゃってます私1番目にまだ行くべきだったってめっちゃ思っちゃってます、はい、ひなのちゃんが飛ばす飛行航路ですかね、はい、もうちょっと聞きたいんですけど。そうですね、私はあちらにある展望台なんですけど、はい、そこでノーズインサークルをしたいなと思っております。はい、はい、いいですね、はい、ま、ひなのならやってくれるよね。ねえ、やめてそれとはいえ、あの結構開けてるし被写体も大きいので、いつもねお店でやってる、ギザ店でやってるような、うん、ゆっくり繊細な動きって感じではあんまりないのかなと思うので、はい、そんなにあの難しく考えずにやっても大丈夫なのかなと思いますので、はい、はい、頑張ります。ひなたにも今回協力してもらうので。そうですね、あの展望の方に登ってもらうので、はい、それをまあ車体としてまあ捉えられればいいかなと思います。はい、でひなちゃんもね手振ってもらって、はい、ここいるよみたいな。はい、はい、頑張ります。じゃ移動しましょう。はい、お階段大丈夫か？ひな階段大丈夫か？あー太ももが。ひなのこんなことさせやがって。ちょっと待って。やばいです。ひなの許さない。というわけで、はい、まあ、移動してもらったんですけど、はい、まあ、もう本当は向こうの方に、いますので、はい、もう飛ばしてもらいます。おお、緊張しますね、はい、では行きます。頑張ります、はい、よいしょ。じゃあ行きます。はい、まあ、ある程度近くまで行ってその高さとか距離感がもし遠すぎるなとか高すぎるなと思ったら、まあ、微調整。はい、あ、まだですね。もうちょい右に移動しても、はい、そうですね、いいんじゃないかなと。はい、で多分ちょうど今そこにいると思うんですけど。おー、痛いなった、まあ、もしその近い、あの遠いなと思ったらもっと前に行って近づいてもいいし。近づいてみます。うん、でカメラ、そうです、そうそう、もうちょいカメラ下に下げて、はい、OK で、そうで、この今バッテンがちょうど今この柱っぽいところに当たっていると思うんで、これをこうほぼ真ん中にするようにしながら始まればいいんじゃないかなと、はい、うわ難しい。右やりながら、そう、右に移動しながら、左旋回です、ね、左旋回ですよね、はい、うわちょっと久しぶりに緊張したんですけど頑張ります。いきます。はい、やばい、待って、ダメかも、待って、やばい、まあノーズインなんでね、一周回ってダメだったらもう一周すれば、はい、ちょっとこれはもう一周確定で、やばい、これちょっとまずい、本当にまずい。あ、ちょっとやばいですね、これ私下手になってます。多分ね、この右の移動がちょっと早すぎる。右が早いです。そう、早すぎる。あ、確かに、なるほど。じゃあちょっともう一周やります。さすがにちょっとやばすぎた今のは。これ合ってますか？うん、OK、いい感じ。いいですか？やばい、難しい。ちょっと旋回早めに、そう、右は OK、 右手は OK なんで左手で旋回でちょっとカバーしてあげる感じ。そう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 、はい、OK、 もうこれをキープして、はい、ひなのー、
と気を抜かない、もうちょいだから。熱っちゃった、熱っちゃった。はい、いかがでしょうか。おお、はい、今ねちょっと一周とちょっとプラスで動いたって感じですね、はい、いやちょっと難しすぎました。なんかなんだろう、なんでなんこっちはノーズインサークルは逆にドローンが目に見えない方が難しいって感じがしてきちゃいました。なんかドローンが目に見えてた方がなんか、まあ、調整がね、うまいことできるしやすいかなところが、はい、あるんですけど。というわけで自分の中で合格かもう一回やりたいか。いやこれはもう一回やらせてください。次こそは頑張ります。3度目の正直ということで、はい、違いますよね。 OK です、OK です。あ、え、本当ですか。はい、ちょっと旋回が遅れてるのでちょい早めに。ちょっとね、旋回がそう遅くなってだんだんこの被写体から離れてはいってるんですけど、はい、まあ、エントリーもどっちかというと渦巻き状にこうやって離れていってる感じ。こうやって、うわ難しいこれ。まあでも、画面内にその、はい、展望が、はい、真ん中にいるので全然大丈夫な範囲じゃないかなとは。1回目よりかは良くなったなと、はい、2回目よりかは思います。ひなた戻ってきていいよ。兄帰ってきて、ジャンプして、帰ってきて、あ、帰ってきて、そうジャンプしてって言ってるのかと思った。わかったお疲れ様です。お疲れ様です。もうマジで何周するのかなと思ってちょっとびっくりして、ちょっと難かったんですマジで。え、これいつ切ったらいいのかなすいません、いや難かったんすよマジで。いやだいぶ難かったっす。え、でもにしてはすごい綺麗に回ってるなって思ってます。本当ですか、はい、あっちから見たらもうふわってなってました。まあとりあえずこれで一応2人とも、はいはい、はい、無事にやれたのかなと、はい、思うんですが、ひなのちゃんから感想を聞いておこうかなと。だいぶ難しかったですね。なんかあの、はい、旋回が早ければとか右の、はい、やつが早ければみたいな感じで、はい、あのこの円の外回りに行ったりとか内回りになっちゃったりとか、うん、結構そういうのが変わってくるんだよってのを教えてもらって、はあ、ちょっと頭使えてないなっていや本当にこれごっちゃになるし、やばい間違えた、いや分かってるはずなのにっていうのが、ね、改めてなんだろう、室内でやった時のなんかちょっと蘇るじゃないけど、あーなるほどね、なんか初心を思い出して頑張ろうと思いましたうわー、ひなたがやったら多分もっとすごいことになってる。いや本当に難しかったですねこれは。ひなたはどうでしたか。はい、私はそこに行ってて、はい、まず登るのにもう本当に一苦労、すいません、もうひなのに後でもう同じ量を3往復ぐらいしようかなって。なんかアイスでもおごらさせていただきました。あ、やった、じゃあいいです。はい、じゃあいい、おごります。え、で、まあ、すごいやっぱひなのの見てて、俺めっちゃ綺麗に回ってるって思ったから、もっと自分も練習しないかなと思いました。あれだよね、あそこ登ってさ、あそこからやるのもさ良さそうだよね。なるほどね、うん、まあまあ自分撮ってる自分が車体になるっていう、うんうんうん、はい、まだまだ特訓が必要ですから私たちちょっともうちょっと頑張ります。はい、まあでもこれではまだ簡単な方だと。なんでそんな現実的なことを言うんですか、はい、宮城さんって言っても、で、やってくだってんよ。はい、まあ、なんでかっていうと、まあ、前回の城ヶ島と今回のこれもなんですけど、まあ、いわゆるワンショットだけですね。そうですね。展望台取って終わりだったのが、ここから展望台に行くまでをちゃんと景色取って、で展望台があったから展望台をノーズインして戻ってくる
この行き帰りまでをもそのちゃんと映像として撮るっていうのももしあったら、ね、そう次のステップなのかなと。はい、はい、というわけでじゃあ、まあ、次回ですね、まあ、外なのか、中なのか、まあ、ちょっとまだ決まってないんですけど、お楽しみっていう、暑いんでね、多分中ですかね。お、はい、あ、中なんですね。さすがにね、この残暑の中もう一回やるのって、ね、ね、若い皆さんはね、もういいかもしれないですけど、我々大人はね、もうちょっとね、カメラの向こう側のスタッフ含めてもう死にそうなので、ね、はい、ちょっと中に入れさせてくださいということなので、はい、じゃあまた次頑張りましょう。はい、はい、ということで今回私がやらさせていただいたんですけど、どうでしたか。いや、あの前回ひなた2度目とか言って悔しいとか言ってましたけど、はい、私4度目倍ですね。ちょっと恥ずかしいです。え、私もあそこ実際登ってみて、はい、見えるかな。あ、ここですね。登ってみて、はい、ごめんなさいね、めっちゃ風も強かったんですけど、意外とあっちから見るとね、ひなのめちゃくちゃ綺麗に回れてるって。本当ですか。すごいなと思いました。なんか後からなんか通った場所を見させていただいたんですよ。結構ずれてて、それがちょっと悔しかったですね。でもなんか次回は中でまたちょっと基礎的なことを極めるって聞いたので、ね、秋に向けて、はい、それを頑張っていこうかなと思います。はい、せーの、また見てね、バイバーイ。